これ以上は不毛だ。ミスター・オーウェン、君のつまらん人生でいっ。前にも言ったが、あの匿名の論文は私とは何の関係もない。それは嘘だ。恥を知れ。ああ、バカバカしい。バカバカしい？わしの名前と名誉を汚しておいて、よくもそんなことを言えたものだな、この恥知らず。出せ、早く行け。あれがリチャード・オーウェンだ。品性下劣な見下げ果てた男だ。確かに親友には見えなかったな。奴の職場は病院じゃ。シロップ作りの黒幕も知っとる。逃がすな。すっきりしただろ。ああ、